はい、サンガチでございます。パンク伝説がまた始まりましたんで、ちょっと修理したいと思います。この後輪がですね、こんなんですよ。今さっき空気入れたばっかりなんですけど、でとりあえずですね、後輪を外します。じゃあいつものように後輪をですね、一番アウターにしまして、でブレーキを緩めてクイックリリースを外すと、そしてちょっと緩めてこれを上に持ち上げて、こんな感じで今外れました。でもう作業的には本日2回目なんですよ。もうさっきやったばっかりで、またなんですけど、この空気ちょっと抜きます。もうプレプレ出る。よいしょ。で、リムを落としていきます。この作業ね、1時間前にやったばかりなんですよ。で、どこ見てもね、パンクしてないんですよね。パンクしてないんだけど、空気が抜けるっていうね。よし、じゃあ外していきます。アルテグラのタイヤの外し方はね、本当にね、最初超苦労しますね。買ってんすよ、これが。すっげえ。でも僕なんかあのタイヤがね、パナレースさんの安いやつなんで。よいしょ。まだ外しやすい方だと思うんですけど。無言の作業が続きます。よし、じゃあチューブ抜きます。こいつがね、問題のチューブなんですけど、空気が抜けてる音がしないんですよね。じゃあ真剣に聞いていきます。やっと見つけました、こいつですね。なんだ、こんなところにあったのか。これわかんねえや。というところで、もうこのねチューブはまた改めて直すというところで、新品に今日も使っちゃいます。じゃん、ちょっといただき物のマクシスのウルトラライト、これも新品使っちゃいます。おお、すげえ細い。おお、ありがとうありがとう。じゃあもう早速ですけども、これをパパッとはめていきます。スピーディー。よし、ちょっと理由がわからんですね。特に何か踏んだ跡とかも何もないです。じゃあ、始めます。とりあえずチューブが入りまして、タイヤはめてきます。
でアルテグラの場合最後のはめるときにこういう直線形のタイヤはめよりもこういう曲線形の方がはめやすい。これは間違いないですね。ここ引っ掛けてここでここの部分でスイッと押し上げるみたいな感じで。はい、今はまりました。で、確認しないといけないのが大事なチューブを噛んでないかですよね。ちょっと空気入れます。少しだけ。よし、じゃあ規制空気圧 8.0 ぐらいですかね。ボックスの好きな硬めで一気に空気入れていきます。ダメにしてしまいました。ダメだな、ちょっと今日調子悪い時にこういうことやるとダメですね。以上358で。